お疲れ様です。ちょっと相談があるのですが。はい、いつもお世話になります。何でしたか？ドラムの音がなんか変なので、一度スタジオに来てドラムセットを見てもらいたいのですが。ドラムセット？スネア？音が変とは？なんかバイーンみたいな、グワーンみたいな感じです。どうしたらいいですか？ほう、バイーン。叩いても取ってもいい感じにならないんです。なるほど、いい感じ。どんな感じにしたいんですか？なんて言うんですかね、バスドラがトゥーンなので、バスドラをこうトゥーン、タムがブーンなのでブーンにしてほしいです。トゥーン、プーン。わかりました。とりあえずヘッドの状態やらも含めて確認しに行きますね。お世話になります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、オリタイドラムスクールの森谷です。今日はゲストが来てくれてるんですよ。ドラム専門店ドラムショップアポロの清水さんです。なぜ清水さんが今日来てくれたかというと、音を作ってくださいということで、今日はお越しいただきました。まあ、清水さんはね、ドラムの、まあ、メンテとかこうサウンドメイクのこうスペシャリストなので、ちょっと僕の音をどうにかしてもらいたいなと思って、ちょっとお呼びさせていただいたんですが、はい、清水さんは一体何者かというのをちょっと、はい、ご紹介いただいてもいいですか？まあ、ドラム専門店、ドラムアポロの、はい、オーナー清水と申します、はい。ドラムの販売ですね、うん、販売、楽器の販売ないし、あとは、修理、メンテナンス、など、あと、ドラムに関することをとにかく解決する人、はい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 、というインスタとか見てると、はい、割と何でも修理されてますもんね。なんかカバリング変えたりとかもするし、はい、割と何でも引き受けてる感じなんですね。でも僕全然その知識がなくて、チューニングに関してとかも結構質問を生徒さんからもらうことがあるんですけど、なんか全然そのうまくこう解決に導いてあげれなかったりするので、チューニングについてとか、 なんかサウンドメイクとか、なんかそういうなんかヒントをちょっといろいろ教えてもらいながらっていうか感じでさせていただければと、はい、はい、思います。本日はよろしくお願いします。やってみよう、やってみよう。清水さんにこの今の現状を生で見てもらいたいなとちょっと思うんで、ドラマーズソングブックっていうね、教則本がありましてですね。僕がドラムをまあ単体で叩いた状態とその曲に合わせてる状態、まあ一度見ていただいて、はい、それでちょっと要望をちょっといろいろ言っていきたいと思うんで、よろしくお願いします。じゃあまずちょっと叩いてみます。なんか、まあ、結構ここでやってる悩みかなっていうところで、うん、はい、その原因とかってありますか？床でしょ。あ、なるほど、はい、ドラムマットを弾くとか、はいはいはい、そういうのにすると、はい、やっぱり吸音のものが増えるので、はい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 、なるほど、環境が少なくなっていく、スタンド立てていると振動が伝わっていくので、はい、こうどうしてもこう、おお、これだけでもハットがなってしまったり、本当ですね、っていうのがあるので、なるほど、消しつつ太鼓の音色を生かしつつ、はい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 、ちょっとでは、ね、ちょっと下になんか弾いてみたりしてもいいですか？弾きましょう。はい、ちょっと弾いてみます、下に。もうすでにこう喋ってる声が全然違う。しまってきた。そうそうそう、すごい。皆さんこんにちは、オリタイドラムスクールの森田です。
いた時のその反響というかをこの絨毯が全部吸ってくれてるということなんですか。全部というかまあまあある程度吸う。アルトナイトでは結構大きな違いが、はい、絨毯敷いてみてくださいまあまあドラムマット、はい、そうですね、ドラムマットでも同じ役割がという。ドラムマットの場合はこう裏打ちって言って、はいはい、ゴムで貼ってあったりとかするので、滑り止めとあのバスドラのスパイクがはいはいはい、ちゃんと吸っても大丈夫よっていう。あ、なるほどね。そっかそっか。この状態でそう、だから家にある絨毯でドスン刺さると床をもうすごい、もうすぐ怒られる。なるほどなるほど。引っ越するとき偉いこと言ってる。なるほどなるほど。いやでもまず第一歩ですね。はい。タムのチューニングについてはやっぱり結構悩んでて、こいつがなんかどんだけチューニングしてもうまく決まらないでいうか。奇数であるっていうのがこれが。ああなるほど。まあ、14インチ12で13 16ですもんね。14ちゃうんやっていうところなんで。そうですね。そうそうそう。やっぱこう奇数のインチっていうのはやっぱこう調整しにくいんです、ね。あるにはあるんですよ。はいはい、一番最も少ないのは11インチタムっていうのね。ああ11インチタム、ね、絶滅しましたけど。あなるほどなるほど。はい。で今は10インチ、うん、あ12インチ、うんうんうん、で次16インチっていうふうなで組む時が。あ、まあ、なるほど、ね、多いですね、最近の音楽と。少しずつもしかしたらこう絶滅していくかもしつつありますね。なるほど、あでも面白いな、歴史ですね。でもロックハードロックってなった時にやっぱり太い低音が欲しい時には、はい、13タムの存在感、3点キットでやる時も、うん、ここにあえて13を持ってくるとか、うん、ポップス、うん、ロックって感じのそのサイズ構成というのもありえます。なるほどなるほど。チューニング全般的な話で言うと、うん、口ドラムとか、はいはいはい、この中で、ですね、タタドンとか、はいはい、タタドン、うん、ドンドンって言ってるそのドンドンドンを単純にネジ回して持っていけばいいだけ、うん、あなるほどね、はい、何度になってないといけないとか。そうですね。っていうのは別に特に考えなくていいんですか。で 特に考えたらあかんってわけじゃないんですけれども、はい、うんうん、あのロックドラム、ジャズドラムとかはいはいはい、はい、っていうことを普通いわゆるドラムセットの中で考えたら、うんうん、そこまで、うんうんうん、これが絶対に C じゃないといけないとかはい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 、っていうのではなくて、うん、自分の表現したい音をどう作ってるかっていうのが僕は一番重要なんです。スタジオふっと練習行って、はい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 、入って、バスドラドゥッあ、そうですね。音かなと思ってたら、ありますあります。ベンってなったら、ありますあります。おおっていう、それが一番きついんです。なるほどね。そうならんように自分でこう、まあ、チューニングしたり、はい、ミュートを置いてみたり、ヘッドを変えてみたり、はい、でするのがサウンドメイク。なるほどね。ものですね。曲があった上で考えるときには、うん、まあ、キック、バスドラムですね、はい。バスドラムの音色の、その、いわゆる音階、はいはい、ですね、をまず決める。そこに対してバス、はいはい、スネアドラムが、はいはいはい、ドタンっていくのか、はいはいはい、ドタン、はいはいはい、ドタンっていくのか、うんうん、で、うんうん、曲のイメージが大きく変わる。はいはいはい、そうですね。タンが決まったら、うん、ここの、うん、キック踏んでください、うん、なってるんですか。はい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 、っていう。なるほどなるほど、はい、ことです。スネアの音がすごい攻撃的というか、なんかこれをちょっとね、その曲によっては落ち着かせたい、今これスカーンっていう感じなんですけど、これをなんか例えばあいみょんの曲の中でやるとものすごい邪魔になるという。邪魔すかこれをなんかこう例えばそういうあいみょんみたいなあの曲の中でもちゃんとこう聞かせられる音にしたいなとは思うんですけど、ちょっとここにある、はい、リングミュートですね。はい、ちょっと太めのやつですかね。あでもこれを乗せるだけでもやっぱだいぶね、そう、音が落ち着きますね。曲のテンポの中でスネアをどう持ってくるか、うん、はいはいはい、はい、今結構タイトめな、今スナッピーをオフにしますね。はい、全体的にはウォーンまでやってるんですけど、はい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 、スナッピーをはめると、うん、切ってるの分かります。はいはい、なんかちょっ、はい、ちょっていう感
感じです。でさっきのテンポのぐらいの曲だと、うん、例えば少しスナッピーを緩めてみる。はい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 。あ、なんかちょっと丸くなった。丸くなった、うん、感じがしますね。これが今スナッピーを緩めてる状態だよね。あ、なるほどなるほど。ほんの少しの。はいはい。スナッピーは張ってると、ペッて音が切れるような感じの印象になる。そう、こっちのオフの時の音、うん、この。はいはいはい。この音この音ですね。そうですね、今一緒、うん、だこれが標準的なスナッピーの張り具合っていうのを目安としてはいはいはい、オンにした時とオフにした状態のサスピンの感じね、音の伸び具合、そうそうそう、あ、なるほどなるほど、同じぐらい、はいはいはい。で今度、ちょっと締めますね、うん、はい、おお、なんか、はい、グッという感じが、なそのままミュートかけて、うん、それともはいはいはい、本当ですね、板みたいなってことです、はいはい、あ、なるほどね、ジャリジャリが取れるので、はいはいはい、タンタンタン、はいはいはい、はい、このままで、じゃあさっきのゆっくりな曲を演奏します。はい、このままいきます。なんていうような、こう、うって締め付けられてる感は若干ありますね。僕のテンポに合わせて、今度はスナッピーを緩めるだけ。はい、非常に大事なんですね、このサスティーンっていうか、そうそうそう、伸ばすのか、はいはい、なるほどね、はい、でそれがこのスナッピーでこう調整ができるという、それだけでも調整、すごいっすね、奥が奥深いっすね、自分の頭の中、口の中でズッツッターンって、はいはいはい、なってるはずだったのに、はい、ズッツッターンってこう詰まってしまうと、はい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 、もう次いけない。でちょっとゆっくりした歌物の曲が、まあ、先ほどのこうドラマソングブックの中でもあるので、そのままのこうセッティングの状態で一回ちょっと叩いてみるので、はい、それの音とその仕上がった状態の音っていうのを比べていけるといいと思います。丸くというか、こうタムの音とかも、なんか今トゥルットゥントゥントゥルントゥンみたいな感じなんですけど、これはなんかこうクンプゥントゥンみたいな感じの音にしたい、ね、こうフロアとかもなんかやっぱ結構こうドンっていうベンっていう感じ、なんかこう攻撃性をちょっとこう抑えたなっていうのはありますね。バスドラムのこうチューニングをしてくれてますね。バスドラムもベタっていう感じやったんですけど、これはちょっとピッチをちょっと上げてます。ちょっと上げてる感じですか。
中にこうミュートのモーブが入ってるんですけど、これをちょっと今当て気味にしてくれてる感じですね。さっきはほとんど当たってなかったんですよ。出てきた。なんか出てきたらあかんネジ出てきました。後でということで。ちなみにその実際に叩く面と、うん、そのフロントヘッド、そのバスドラムのフロントヘッドのそのチューニングって全然分かってないっていうか感じなんですけど、なんかほぼなんかチューニングするときってやっぱこう画面側が多くて、一応基本的にはそうなんですね。そうそうそう。でもやっぱり どの太鼓も、はい、表面があって裏面もあるので、はい、こう一緒にこうなる、はいはいはい、まあシェルもなる、うんうんうん、パーツもなるってよく言われる、はいはいはい、なるほどなるほど、それをこういかに思い通りに作っていくかとか、はい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 、フロント下げ気味です。フロント下げ気味、でも実際に叩く面に比べてフロント側をちょっと今下げてる感じですね。でもここに壁があるので、はい、ちょっとやってみてから、薄いスネアなので高い音はすごく作りやすいんですけど、うん、はい、逆に言えば出てしまう、はいはい、さっきよりも少し下がってきて、はいはいはい、鳴っていく音が整ってる感じがしますね。そうですね。どうしても不協和音が鳴ってると、はい、うんうんうん、あの気持ち悪いというのは誰しもが感じる。なるほどなるほど。なんか音に優しさが出てる。これでミュートを。
濃くなる感じ、はい、あんまりフロア、はい、はい、あ、そうですね。一応曲を流しながら、はい、頭の中でドラムをこう、タタトンみたいな感じでやった時に近づいてるかどうか、はい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 、これちょっと、なるほど、ちょっと叩いてみていいですか、うん、フレーズ叩いても、はい、なんか歌にちゃんとこう混ざってるなっていう感覚があって、でなんか1回目と同じように思いっきり叩いたんですけど、
歌に邪魔になってる感もなくて、こう叩いてても怒られない、怒られない、あ、これやったら怒られないやろなっていう感じでいけます。無理なく叩けるようにというイメージでも僕は作りたいので、はいはいはい、はい、なので一概にこう、はい、なんていうんですかね、このピッチにしたらこういう音だとかっていうのではなくて、叩き手がいてまず第一なので、はいはいはい、そうだから、どの叩き方するのか、どういうフレーズが好きそうとか、こんなドラム叩くよねっていうのをイメージしながらも作ります。なるほどなるほど、はい、であとやっぱりこういう録音方法がやっぱり多いので、うん、はい、やっぱりレッスン主体なので、はい、粒は出そうとするけれども、うん、はい、今度は全部がうるさくなってしまう、何やってるかわからへん、はい、ところが多いので、ね、うん、それをもうちょっとこうコンパクトにまとめるじゃないけれど、うん、はい、この部屋のサイズに合わせて、うん、で今出したい音、どういう風な音で撮りたいかっていうのをこう聞きながら、うん、もうちょっと進めていこうというのがあります。あ、なるほど、わかりました、はい、はい、それではちょっと次のステージへ行きたいと思います、はい、はい、すごいな、これはインスタ映えしますね、これは。